第28号型苦選定は日本海軍の苦選定。同系艦31隻。本艦型は全艦型である第13号型苦選定で歩張り性能がやや悪かったので艦部船底の形状を改め、艦部側面は垂直となった。また戦時量産に適する容疑層や尖閣が簡易化されたが、松型駆逐艦や解剖艦で実施したような徹底的なものではなかった。 その他、兵装等に違いはなく、実質的には、第13号型と同系定である。戦時中は、戦団護衛を主任務とした。他の海軍艦艇と同様基準の増備が実施され、2 5トル基準3丁が追加装備された。また、単小等を移動しその位置に22号電探1機を装備した。その他、爆雷投下機準が2機に増強された。 終戦時9席が残存、国内にあった無傷の2隻が、福音輸送に従事した。造船所は、鶴見イコール日本交換鶴見造船所、張間イコール張間造船所、三井玉、イコール三井造船玉造船所、石川島イコール、東京石川島造船所、函館イコール、函館選挙、日立因島イコール、日立造船因島工場。 高野木島イコール川南工業高野木島造船所、新潟イコール、新潟鉄工所、何はイコール、何は選挙。第49号区選定、通路支安設3十九選11回、広島宮比流挙港。ありがとうございます。